和田剛43、結構ヤバそう。修正はいろいろありすぎて、ここまでうまくバランスが合わないのはここ何年かなかったことなので、出力が出ないという感じではないけど、タイミングが合っていない。グラブや道具でやれることはやった。フォームも下がうまく使えていない。どこか体調が悪いとかの問題でもない。何か投げていて気持ち悪いという感じなので。キャッチボールの感覚は悪くない。でも、なぜかマウンドに上がるとおかしくなってしまうと首をかしげた。このボールだったら大丈夫だな、コントロールを微調整すれば大丈夫というレベルに持っていければいいんですけど、今はそういう感じではない。あれ？なんでそこに行ってしまうんだろうというのが続いていると苦しい胸の内を明かした。セーブは責任取れよ。ソフトバンクのフロントが潰した定期。終身名誉人的保障候補43。これはセーブのせい。これ一郎とか福留も言ってたわ。体は全然問題ないどころかむしろ過去一の仕上がりなのに全く打てなくなるらしい。まあ目の衰えが原因なんやけど。福留は知らんけど一郎は明らかにスイングスピード落ちてたよ。バットがすごく重そうに見えたし、いつものルーティンの時もバットの先がグラグラしてたもん。やってんのにできなくなったらみんな引退するから。 QS 率15の時点で去年から分かってたこと。むしろ15もあるのか。5回で降りるイメージしかない。2軍相手でも4失点やからな。衰えやろ。フロントさんが買いの上げちゃって華麗にスルーしちゃったしね。なんで買いのはセーブに行ってしまったんだろう。普通に年齢やろ。ようやったよ。心が壊れちゃったね。知らんけど山川のせいちゃうか。